ポーリン・ケイル。ポーリン・ケイルはアメリカ合衆国出身の女性映画批評家。1968年から1991年まで執筆したザ・ニューヨーカー氏の映画表で有名であり、アメリカでも最も影響力のある評論家として知られていた。カリフォルニア州ペタルマ出身。両親はポーランドから来たユダヤ人の移民で養鶏場を営んでいた。 ケールが8歳の時に親は養鶏場を辞めてサンフランシスコに移った。カリフォルニア大学バークレー校で哲学や文学を学ぶが中退。1953年雑誌シ,シティ・ライツの編集者に誘われて映画表を書くようになる。その後、マッコールズやザニュー・リパブリックで働く。1965年に出版した初の映画批評集。 アイロストイットアットザ・ムービーズが15万部を売り上げ、ベストセラーとなる。1968年からザ・ニューヨーカーで映画批評を書くようになる。最初の作品は、俺たちに明日はないであった。1974年、ディーパー r into the m o で全米図書賞を受賞。2001年9月3日、パーキンソン病のため、マサチューセッツ州ワークシャー郡の自宅で死去した。 82歳ボーツ。好き嫌いの、はっきりした批評で知られる。1969年に書いた、2001年宇宙の、旅表では次のように述べた。In some ways it, i s the biggest amateur movie of them all, complete even to the amateur, movie obligatory scene, the director, es little daughter k e l l i n g the d for what kind of, present she wants, it's a, オニアメントリーアニマジェノティブムービー。ある意味、これは今まで最大規模の素人映画だと言ってよい。素人映画に必須の要素まで揃っている。監督の娘が出てきて、パパにどんなプレゼントが欲しいかを伝える場面だ。途方もなく、想像力の欠けた映画だ。ケイル、ポーリーン、トラッシュ、アート、アンドザ・ムービーズ、ハーパーズ、ありがとうございます。